ちょっと今日はバス釣りアワーの色を変えてインプレをしてみたいと思います。こちらワイルドサイド、レジットデザインのワイルドサイドとボブンロール、セントクロイさんですねの、クランキンロッドの比較というかインプレッションについてお話ししたいと思います。で、今までずっとレジットデザインさんのワイルドサイド、WSCG62L6.2 フィートですねの、グラス 100% の竿を、使ってました。主に、クランクはもちろん、小型のミノとか、巻物ですね、巻物用のロードとして、一番僕の中では軽いものを投げるんだったら、レジットデザインワイドサイドのこのロッド 6.2 フィートを使ってました。で、今回その後でちょっと、投げてみたりとか映像に残せれたら残したいんですけど、ちょっとこうタイニークランクですね、ちっちゃい系のクランク、これ見せたかな、こういう、今年のノックスビルさんの福袋で購入したモンキーブレインベイツさんでしたっけ、すいませんのちっちゃいタイニークランクですねとか、スペード3ベイツさんだったかなのこういう小さい目のクランクを投げるのに、ワイルドサイドだとちょっと硬いんですね。僕の中で硬くて置きに行くようなキャストになっちゃうっていうのもあって、でちょっともう少し軽いものを投げれる竿がないかなと思ってたら、今いろいろ見ててとか、プロツの大沢君が持ってたので使わせてもらったら、割と軽めの、ですね、クランクを投げやすいなと思って。ウォーブンロール、セントクロイさんのですね、グラスコンポジットの竿を、購入しました。で、投げてみた感想としては、やっぱグラスコンポジットならではのこのバットの部分、今から全部ドヤ顔で喋るんで、知ったかぶって話しますんで、ご了承ください。このバットの部分とベリーの部分で竿先がグラスになってるのが多分グラスコンポジットだと思ってるので、思ってるというか、なので見てもらったら結構竿先がぐにゃんぐにゃん、もちろんちょっと今糸を引っ掛けてやってるとこういう風にこのぐらい竿先からぐにゅんと曲がる感じで、ベリーとバットがしっかりしてるっていう感じが、グラスコンポジットならではの特徴なんかなって感じがします。で、グラス 100% グラス、全部グラスでできてる竿っていうのは僕風っていうか、使ってるとあれですね、全体的に曲がる感じですね。なんていうんですか、さっきのこうしたらいいかな、こうしたら分かりやすいね。これはいい動画じゃないですか。分かりますかね。竿先からボブンロールの方は見えてますかね、竿先からぐにゅっと急に描くような感じで、ワイルドサイド、レジットデザインのワイドサイドは全体的にしなやかに全体的に曲がっていくような感じが特徴的です。映ってるかな、映ってますかねっていう感じです。なのでその時ティップの方は相当ワイルドサイドに比べて細いのもあって、あと竿すきが柔らかいっていうのもあって、ワイルドサイドでよりもうちょっと軽いものを投げたいなと思ったらウォーブンロールがいいかなと思います。でワイルドサイドも全然ワイルドサイドは全体的にしなるんで、あと全体的にしなるのと、かけた時に竿全体でこういなしてくれる感じがする。でウォーブンロールはまだ魚かけてないんで何とも言えないんですけど、どういうしなり方をするかかなっていう感じですね。竿先が相当柔らかいんで、バットベリーはこう結構しっかり持つけども、こう竿先だけでこうコントロールってなんかこうどうなんやろ、魚かけてないんでわからないんで中途半端なことは言いません。で、一応このリールはカルコン14の、ローギアは一緒なので、セッティングもほぼ一緒です。竿先でこう投げる感じ、結局グラスコンポジットとやっぱ100% グラスだと竿の感じがやっぱ違うんで、キャストに関しては慣れですね。でやっぱワイルドサイドの方は 6.2 フィートなんで、なんていうかね、僕風に言うと棒な感じですね。軽いものを投げるってなると棒で投げてる感じ、軽いのでそんな曲がらないんで、なんていうの、本当に棒ですね、フィーリング的に。竿先こうオーブンロールはこう竿先でこうキュンとこう入りますけど、ワイドサイドは竿全体で投げるような感じがします。短い分それは仕方がないかなっていうとこですね。あとはフローターじゃなくて、フローターだとワイルドサイドのこの 6.2 フィートっていう長さはちょうど本当によくて、魚かけた後もこう短い分、距離が短い分取り回しっていうか魚をいなすっていう部分に関しては全体でこう魚をこうそうですね、なんかいなすっていうねしてくれるので、僕はかなり重宝してます。結構重めのルアー投げてもしっかりしてるっていうか、フローターやったら 6.2 フィートの長さってめちゃくちゃ重宝すると思います。で、ボブロールは 6.5 フィートなので、ボート用の感じですね。さっきこれ投げました。で、ワイルドサイド。で、大体これ多分5、6g ぐらいかな。5、6g ぐらい。全然グラスでもいいんですけどね、意外に投げれるやんって。もっと軽いルアーとかなってきて、ほんと小型のミノとかなってくると、ちょっと今日小型のミノがないんでなんとも言えないですけど、竿全体で最後棒になるみたいな感じなんですかね。でウォブロールに関してはティップが柔らかい分、僕のキャストが下手なだけなんですけど、そうでもないな。好みです。最後結論は好みです。本当グラスコンポジットっていう、やっぱり竿の曲がり方をするって感じですね。こうと全体でこう曲がる感じ、緩やかに曲がる感じと、竿先の方がこう急カーブする感じ。出てるかな。なんか曲がり方に一緒ですけど、竿の長さちゃうんでね。ウインク出れちゃうわ。はい、そんな感じです。今日はね全然釣れないんで、ちょっとボブロールの試投会みたいになりましたね。以上です。ありがとうございます。